らないよね知らないよな、うん、ファンの方に聞いてほしいんですけど、うん、言ってたんですけど、うん、あの6に、うん、明後日に届くらしくて、うん、うわやばない、わかるわかる、でもそういうのありますよね、やばいよな、やばい、もうそれは準備が悪かったんですよ、ゆみさんのね、えしてくれへん、フォローもしてくれへん、わかるわかるって言いながら私のでもそれ準備が遅い、あでもカリも聞いてください、明日着たい服がまだ届いていません、おい一緒やないかい一緒やないかい一緒やないかいだから本当は着たくない服を着ることになるかもしれません、え、どういうこと、全然着ようと思ってた服が届いてないから、うん、本当に全然違います、違いますくない服を着ようとしてたん、着たい服が届いてないので、うん、全然着ようとも思ってなかった服を着ることになりそうっていう、あーなるほどね、そうだから明日の服をまた決めないといけない、うん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 っていう話でした、うん、ここプリンです、うん、カスタードの違うプリンの、プリン、硬い、ほらよく見てください、ほんとだ硬いです、ほらだって取れないんですよ、硬くて、うん、全然見てくれない、うん、一列目最高やったね、私の困らへんかった、フーガが来るたびにフーガのなんかな、うん、フーガと私を押してくれてる人がおってね、はいはい、うちわはな、あのフーガの自己紹介ってこっちやんか、はい、岸本手なの、私上手なの、ね、このなうちわを私風はね、この縦にしてお互いが見えるようにして、新しい、新しかった、面白かった、うまかった、今日はボサボサで、インスタタタラランダラン、よいしょ、なんかじゃなかった明日 STU48 さんが劇場に来られるということで、そっか、まるでいつも NMB 劇場はこんなに綺麗なのって言うかのように、うん、言うかのようにみんなスタッフの皆さんが一生懸命綺麗にしてくれています、綺麗に見せています、見せています、首を横に振っていますそうなの、あ足切れるの嬉しい、掃除中です、まるでいつも綺麗かのように、ね、他のメンバーのやつ見てみたいけど間に合わへんねんな、何が他のメンバー、他のグループの、このあーそうですね、私らも明日も、ね、ほうずっとなので、でもちょっと、あ、そうですね、ん？こういうのありますよね、急に話やめるやつ、うん、あるある、そうそうそう、家庭訪問の前みたいな、ほんとそんな感じで、あ、そう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 、今までずっとハンガーにかけていた T シャツたちを一生懸命今からカゴにしまおう洗濯したんです、ありがとうございます、逆に今まで全然してなかったからね、いや、 やめて、 それ、ね、やめて、うん、あ、そうですよね、それを今から箱にしまっていくという、普段私たち汚いみたいな、汚い、はい、してますね、してますね、ちょっと待って、はい、ユニバーサルになってお話し会の形式、なんかあんまり変わらないんじゃないかという話も聞いているので、ちょっと正直わからない、わからないですね、自信めっちゃ持ってる、わからない、自信バリバリ持ってやる、でも何か大きく変わるってことはそんなにないんじゃないかな、私そう言いたかったのかな、何ですか、メロスの道でさ、はい、はるちゃんポジションと、なぎさポジションがキャプテンみたいな感じでさ戦うやんか、キャプテンとセンターみたいなね、そう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 、戦うやんか、だから私さ、その時パーンってやってる時、うん、あるやん、うん、相手のところに行って睨んで、うん、バンバンバンやる時に、うん、私キングダム見てるからさ、うん、わーしについていけみたいな
もう流されやすいですよ ね, ね一応なんか最近見始めたばっかですよね。そうそう思ったらそのキングダムも連れてこーいみたいな感じやねんな。だから肩を掲げる感じ、ね、そう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 、先頭に立ってる感じがしてめっちゃ気持ちよかった。なるほど、今日はキングダム意識のユーミさん。そうそう、キングダム意識しました。なるほど、そうキングダム見てる方は他に見てないの、めっちゃもろいから見て。明日よろしくお願いします。初めて次がそれ想像してみよう。マジリアルお話し会久しぶりです、ね、私についていけって、私についてこいって思いながらやってるから強っ強っ強っ強かったですよ今日も。今日も強かった。でもかりんちゃん全然見てくれへん、はい、笑っちゃうので、ずっと見てるもん私。笑っちゃうからなんでなん。でもゆみさんはとか言いつつ本当に目あったら笑うし、笑いますね。笑わへんよ。でウーカさんとのペアのところ今日も笑ってましたよ。いや、カリは見えましたか。違うね、あれはウーカが悪いねんって。ウーカが急にあのダラララララの時あるやんか。あの時にウーカがやばいみたいな、うん、何がと思って、うん、で私耳聞き取れへん時が多いからさ、うん、靴壊れた、あの時に靴壊れたんだ。そう靴壊れたって言いながら、うん、パッて見たらほんまに靴壊れてんねん。かかと、つま先が、はいはいはい、そう取れてましたね。それで笑ってた。あ、なるほど、何かいつもあるんですよ絶対。そうやね、ウーカが悪いもんだった、あれ全部全部人のせいにしてる。照明がなんだろう、なんかめっちゃオレンジじゃない。確かにめっちゃオレンジじゃない。確かに。お腹すいた。モノマネうますぎて笑ったですって。モノマネ？カリンの。あれモノマネ、誰のモノマネしてた？カリン、みんなのモノマネしたじゃないですか。あー、してたね、うん、うまかったでしょ。うまかったな、あれ。カリン、ほんとに全部できると思う、全員分。マジで？うん、ミュウあれやろ、どうせ。ミュウ、うん、ミュウは、あ、でもミュウこそむずいかも、逆に。あるやん。あ、まあこれはね、これはそうなんですけど、普段の振りを真似するってなったら意外と難しいかも。顔とかの真似の方ができるかも、ミュウは。確かに確かに、うん、みんなあれできるよね。特徴がありますからね。アーノは、うん、アーノは癖がないです。癖がないよね。癖がない、だからいいんですけどね。心身は、心身は、あ、その可愛い曲の時の方ができる。あ、なるほどね、うん、可愛い曲の心身は真似できると思う。一番真似しやすい人って誰なの。誰だろう。誰だろうな、分かりやすい人。誰だろう。あ、はるちゃんは特徴つかみやすい踊り方してるかな。うん、分かる、うん、ケイトとかも分かりやすい。へえ、シュッシュしてる。そうなんだ。あ、12月11日の一部当選だった。ゆうちゃん部完売おめでとう。れいちゃんいないです。今支払いちゃんとしてね。れいちゃんは分かりやすいかも。分かりやすいかな。れいちゃんは逆にあの身長じゃないとできない踊り方しません。れいちゃん、れいちゃん、かりんには真似できない。れいちゃんの踊り方は、ちひもそうじゃない。ちひさんもそう。ちひさんもあんま癖ないかも。あんまないな、うん、確かに真似できる癖があんまないかも。ないない。なんかめっちゃ笑ってんねんけど、あっちで。なんだろう、何が行われてんだろう、うん、笑ってんやろ。あんまり。え、ウーカさんの表情分かりやすくなかったですか。めっちゃ分かりやすい。でしょ、うん、だしょ、だしょ。めっちゃ分かりやすい表情とか。分かりやすい人も、うん、あるかな。はるちゃんの配信で和田さんがダッチャーを使ってくれません。はい、怒ってきます。あ、出陣。一
ちゃいました。あダッチャ使いなさい見てた？即興劇楽しかったです。めっちゃなんかあれってでも結構本当に対応力が試されるというか、対応力がないとできない即興劇だったなってすごい思うので、アドリブとかが得意じゃないとね、そうそうそうやりやすかった。だからカリマ結構生放送とかで鍛えられてるみたいそういうところは。ただいま待ってた？いいえ、今演劇の話で即興劇の話で盛り上がってました。え、本当に昼夜公演の間全然時間なかったですよね。マジでなかった。役変わったんですけど、二人とも。そう。マジで急遽変わって、うん、めっちゃ真剣に見ますね。あ、明日いるんですか、金子さん。行っちゃった。金子さんが今一生懸命髪をこの距離で見て歩いてました。近かった。大石は分かりやすかったですよね、役柄的に。うん、そうやねんな。何が難しいって、江田島と上田やと思う。上田でも簡単か。相沢。あ、そうそう、相沢。そう、相沢が一番難しいねんな。かった。何もなかったからめっちゃ迷いました。確かに。変な子にするか迷った。あ、悪かった。あー、来たー、待ってましたー、優しい待ってたー、ルーカさんをみんな待ってました待ってました。この度石田由美はどうした？いつめも。なんか巨人、巨人。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。待って。キッケ。はい。私の話を。何よ。この度石田由美は。え、じゃあインスタ更新しなんで。からするんで。分かった。みんな寂しいから止めてんだよ。ルカさんのシュークリームです。あ、ほやほや。どうぞいつでも言ってください。ほんまにいなくなんでかわからんじゃあ分かった、いけ、じゃあ2人でやりや。どうした？もうでも15分経ちましたね。え、ちょっとみんなちょっとちょっとゆうくん今始めたばっかり、今から始めたから、ね、え、はい、とか言って、はい、これ可愛いですね、これ話このこのパーカーめっちゃ可愛くないですか、アディダス。ミカナのまつげの話覚えてます？眉毛の話。何眉毛、あの即興劇の即興劇の時にそんなんだった。ミカナが、ミカナの役がなんか何かでいじめられてるみたいな役だったんですよ。あ、もうちょっと高くして。ほんでミカナのいじめられてる原因が眉、まつげ、眉毛がナイキの形に似てるみたいな。ああ言ってたな。そう、うん、いいの、ありがとう。そんな言われてやめてますで、ほんならミカナが私アディダスの方が好きだもんって言うっていう。そう、クリューちゃん食べれんのか、あれね、聞いてます？そう、私アディダスの方が好きだもんって言ってあれめっちゃおもろかった。おもろかった、はい、ゆうかのアフロもおもろかった。おもろかったよ。マジでおもろかった。マジでおもろかった。アフロだけはやめてほしかった。いや、みんな笑い声泣いてて、笑ってたもんな。じゃ、ゆうか、アフロは自分がさ、思いついて走った言葉やから、まだしもさ、その後のコジリングだって、頭に鳥が止まってたんですよとか言われたんですよ。もうさ、無理やった。泣いてるふりして爆笑してた。でさ、あのさ、誰だっけ、誰やったっけ、生田。あ、そう、生田がさ、最終的にさ、山田くんに告白するなって言ってさ、アフロいいアフロそん時はツインテール。でもアフロの人喋ってもらめっちゃおもろかった。しかも本番前とかは全然違うこと言ってたんですよ。そうそうそう、なんかなんて言ってましたっけね、虫を飼ってて、そう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 、それを散歩させてるところを撮られて、それでいいかなみたいな言ってきたから、それで来るんかなって思ってたらアフロできたから、うんうん、ちょっとさすがにちょっとリハの時は虫だったんですよ。そう、虫が好きな女の子っていう設定を考えてた。だからカリンは生田がこうやって虫をこう散歩させてるっていう、こうやってちゃんと首輪つけてってこうやって散歩させてましたっていうので行ったんですけど、めっ
ちゃおもろかったあれはアドリブ力が必要ですよねって話をしてたんですよ、うん、頭の回転というか。えでもいうか大石のさ、うん、自分さ何したかもあんま覚えてないの。回見返しました。自分の大石を見返して あこんなんしてたんだって分かりました。そうなんや。見る行為に何か高笑いとかしてさ、何かじゃサイコパスっぽく行こうと思ったのにさ、何、うんうんうん、か最後の方はさ何、うん、か。なんかキャラめちゃ、うん、さ渋滞してたよね。まあまあまあでも大石のキャラはなんか変だったら良かったから、うんうんうん、確かにやりやすいんじゃない。一番大石が一番やりやすかったと思う、うん、いただきます。どうやって食べるの。めっちゃ面白かったです。あれは一口食べるゆうちゃん。いらんってなんで誘惑やめて。この一口で私は黒髪なんです黒髪そう黒髪パッツンですから黒髪パッツン。もうあれやねんけどね、ほとんどそれに近いけどね。何あ黒髪、うん、えててそれは黒と言いません。本物の黒はもっと黒です。いただきます。何見てんだよ。何見てんだよ。見てないですよね。すごいケーキの味がする。かりんちゃん、はい、そんなツンツンしないの。いつもツンツンばっかして。こじりんが一番イキイキしてる瞬間は、うん、MC の時のゆうちゃんいじりが始まった瞬間。今日もうまくいきました。なんかさ足幅広くなるよな。なるかも。ゆうちゃんのこと喋ってしゃべるぞみたいな多分気持ちになった時、うん、こう堂々とする。そっか、な私のことが好きねえ。あうん、今日もうまくいきました。笑いが取れてもう大満足です。よかった、はい、かりんちゃんが笑顔なら私はそれでいい。何それ。何ですかそれ。ダメ男にハマってる女の子みたい。確かに そういう設定いこうで、そういう設定でいこうと思って。大石だったらどんな肝役でいきますか。あゆうちゃんの、うん、想像つかへん。めっちゃ考えましたよね。でも私裏でやってこない。何やったよ。あやったやった。何でしたっけあれ。やったやった。はい、皆さん、あーやってたな。やってたエンジンの前というか、あーやってた本番前に。なんかやってた。声出してやったっけ。え、ちゃうわ。じゃあ大石役やろ、うん、大石役やってよみんな。はい気をつけ。あ、そう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 。真面目系でしたね。真面目系や。そうそうそう。メガネ、メガネかけるからね。真面目系できてなくてみんなに笑われてて。あ、そう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 。かもしれない。向いてなかったわ。そうそう。ちょっと皆さん。すごいこれプリン入ってる。なんか食感。ですよね。2回目。プリン好きだから。わかった。2回目。あ、プリン好きなんか。そう。大好き。ここ一口。わかったわかった。ダメよ。ん？だからその言うわけ。その誘惑で私を見ないようにしてるもん。もうずっと携帯いじって。でもさ黒髪パッツンってそんなにゆうちゃんにとってダメージあんねんな、うんうん、やや今までさこんなにさ儀式みたいになるよ。なんていうの決意持ってんのあんま見たことなかったからお化粧みたいになる。ゆうみさんすぐやめちゃいますもんね。あんま続かないタイプじゃなかったでしたっけ。いろんなことご飯好きやもん な、うん、なんか大好き。わ何がいい絵文字。これの絵文字考えて。プリン入ってます。はい、何食してるん。ん何食してるん。シュークリーム。何か笑われてんか。何食してるん。何食してる。その質問おもろいけどな。何ですかね。何？アピールしてる。おいしい。11月公演いっぱいあるな。めっちゃあるな。あるのか。うんうん、でも昼よりなくない最近。あでもそうお話し会やるからや。うんうん。おいしい。今日さ、2曲ともさ、ガチ。全部に対して力入れたら入れてやってんよな、うん、そしたら16シンパシー貧血で倒れそうになった。やば貧血で。いやっびっくりした。何ヘビ
イン君キラー急にこじぎたアイン君キラーアイン君キラー待ってほんまにやめて暴力的え、もしもダメなんですほんま、もう、こわもう検索の方にエビ出てこないやんかもう、ほら、おいにやるほら、見て検索ごめんほら、もう、最悪もう分かった、じゃあ、ゆうく言いたいけどあー、言うてへんやん、検索めっちゃおもろいえ、絵文字もダメなんですか？ダメって言ってるやろあーめっちゃ笑った無理私全部無理やからあ全然なくなれへんあーめっちゃおもろいこれはあーめっちゃおもろいですねこれはなんていっぱいさ絵文字やったらヘビどっか行く？多分どっか行くんじゃない？多分行きます。ヘビをどっか行かせるために押したこの絵文字でインスタ更新してくれる？ね、てめえめっちゃお腹痛い。見て。もうすごい優しい。やっぱり優しい優しいですね。あいなく。あ、いなくなったいなくなりました。変なそれもすごい変な鼻のいっぱいうんちとか骸骨とかいっぱいになっちゃったびっくり無理やって言ってるやろ、うん、あ、全部消された努力が奥さんの努力がうん、しんど蛇年ってどうしてたんですか年賀状とか、うんあその時どうしてたっけ大変ですね、蛇が嫌いっていうのもうまいな、うんうん、あれどうしてたっけ、あの時あ、その時はそんな嫌いとかじゃなかったんあ、え確か最近うんうん、いや最近っていうか徐々にダンサブル更新されたあ、マジでダンサブルとカリンのも見てください、うん、どっちもダンサブル更新されました、好きな虫好きな虫です確かに、ゆうかさんは虫がダメですしねえそう、ゆうかさ、うん、虫めっちゃ嫌いやねんけどさなんか YouTuber で、うんまあ、虫のさ、うん、なんか実験してる人がなんかおすすめ出てくんねやんか、うん、で、それ出てきたやつが何やったっけな、なんかうにょうにょ系が無理やねんちょっと待って、はい、うにょうにょ系、うん、うにょうにょ系は無理やけど、セミとかはまだ見れんねやんかあミミズとかサチ系がダメそう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 、毛虫とかが無理、はいはいはい、蜂とかでなんかその実験なんかしてる動画があってね、はいはいはい、でそれを見てしまってなんかやっぱ生物っておもろいなと思ってさ、うん、その人のさ、うん、YouTube チャンネルさ押したらさもう毛虫でもういっぱい実験してるのとかがバーって出てきてもうその瞬間に毛虫が無理よなほんまにもう触ったらあかんと思って関連で出てきちゃいますねしかも一回見たらねだから全部あれにしたおすすめに表示しない。あ、はい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 。あ何が苦手なん？あんまないですよね。マジで？違うで今苦手なこと言ったらゆうかたちにされるから。何が苦手なん？カリン苦手なものないですよね。教えてみ。コジリンの苦手なものを。カリンジェットコースターぐらいです苦手なの。教えてみ。あそうジェットコースター苦手やな。はい、でも乗れるやんそんな。はい。えほら。三人出た時さ乗らへんかったっけ？乗らなかったです。乗らへんかったんか。うんあ、なんかなんとか真っ暗なやつあれやろスペースファンであれ行けましたあれもあれ行けたそうやったな漢字が苦手それ全員です、はい、それはさ、はいはい、はい、心霊か心霊ね心霊はみんな無理じゃないですかねほら無理ですでしょ無理ですもんゆうちゃんが一番無理やったやんゾンビああゾンビは違うやんまた違うやん違うやん、うん、海ですもん疲れた疲れたヘビてか私な猫のなあくびした瞬間やんかヘビ
あ、あのこの口、うん、口とかが無理なの。え、口っていうかあの形、うん、なんか右を三角みたいな、うん、あー気持ち悪い。あー、あー、あー、シュークリーム食べてもらう。いてててててて、なるほどね。違う違う。みんなそれぞれ苦手なものがあるよね。今日初めて N 公演行けて思わず泣いてしまったです。嬉しい、ありがとうございます。公演より疲れそう。マジ疲れた、ほんま疲れた、うん、みんなに疲れた。次蛇同士行って。ねえ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 、なんか昔カリンもこっちにいないぐらいの時なんですけど、 USJ でトラウマっていうアトラクションとの人覚えてます？あれをね、調べてたんですね。どんなんだったんだろうと思って、もう絶対ヤバいです。知ってます？契約書とか書かなあかんやつやろ。ああ、あの虫のやつやろ。あ、そう、うん、本当にもう本物の虫、ゴキブリのとかも本当にいて、それをなんかね、そう、なんか本当か まとわりついていくじゃないけど、本当にガチでガチガチガチ、え、ガチでこうやってくるの？ガチの虫がいるんですそこに。でなんかやんなきゃいけないとかあるんですって、ミッションじゃないけど虫を触るとか、なんかそうとか、2年目とかはカエルを触んなきゃいけないシーンとかもあったらしくて、それを触るとか、なんか、うーん、そうなんや。なんかさ、え、あの紐に、かわいい紐に、うん、紐持って進むやつ違うか、じゃあそれ、あ、あなたも違う、違うんか、違う、違うって言ってた今。そんな虫のやつ知らん。え、本当ですか？だからもうマジでやばいんですよ。入ったらなんか なんかね、見ただけだからわかんないけど、本当になんか冗談で遊びで行くもんじゃないみたいな。へえ、そうなんや。え、行った人いるんかな。え、いるんじゃないの、教えてください。え、罰ゲームや、お前罰ゲームやんの。そんなんさ、え、今考えたらじゃあホラーナイトめっちゃ可愛くなったな。可愛い可愛い、確かに。へえ、そんなんあったんや。エルム街じゃないって来てる。紐持って進むの。あ、そうそう、エルム街なんかも。エルム街。USJ ですか。あれかな。チェーンソーを持った、あ、フランケンシュタインじゃなくて、ジェイソン？13日の金曜日？え？なんか。でもそうかも。なんかなんとかの悪夢。へえ。チャッキーとか行ったけど、うん、意外と行きます、ああいうのは。なんかチャッキー行かへんかった。チャッキーはちょっと怖いわ。あんまり怖くないですね。なんか作り物だと思って行けるタイプかも。そう思えるなら、確かにそう思えたらね。いや、あれ行ったことある？シャーロック・ホームズ。ないです。呪いのバラの呪いの剣みたいな、うん、この前行っていいのか。え、あの見るだけのやつですか？あ、ショー、 あるかも。あ、見たことある。ミュージカルみたいな。はいはいはい、見ました見ました。ショーやねんけど、その映像が流れんねやんか、うんうん、でめっちゃめっちゃちょっと古い感じの、古い昔の映画が流れんねんけどさ、もう古い分さ、ゾンビになる瞬間とかがさ、もうすごいね、なんかゾンビですみたいな感じなんか、一気に歯がわーって多くなって、なんかゾンビ顔になんねやんか。めっちゃ怖くてさ、それが、全然見られへんかった。カリン、ゾンビがいけます、こっちが無理。え、逆、私逆やねん。こっちはいけるけどゾンビが無理やねん。だからカリン、ホラーナイトがいけるんですよ。だからゾンビは人間だから。そうやな。でもホラーナイトのゾンビってさ、もうなんかさ、パフォーマーとして見ちゃうもん。まあ、確かに確かに、みんなすごい。いや、私無理。ビヤーン、ジェイソンのやつ。ジェイソンのやつ。うんうん。チェーンソーな。チェーンソー。チェーンソー、これ。ジェイソン。が無理。映画は無理、私も。グロいのは見れない。怖い映画無理。ホラー映画見られへん。ホラー映画は無理。ホラーはな、ちょっと。だってゾンビが実際に出てくることはないじゃないですか、うん、でも幽霊はありえるから。だから心霊現象とかの方が無理。うーん、まあ確かにな、うん、でも心霊系減ったよな。
どういう時ですか？あー、ないですよね、あんまり。貞子とか会った時あったけど。そう、貞子めっちゃ怖かったよ。はい、会えのはいけない。乗り物をさ、出た後にさ、貞子が待ち構えてんねん、なんか。へえ。こうやって追いかけてきて、うん、出口まで走り抜けるみたいなのがあって。それは怖いな。追いかける系って怖ない？怖い怖い。はい、やっと終わったってなったらさ、後ろにまだおるからさ、めっちゃ怖くて。でも、なんか後々考えたら、めっちゃ働いてんなと思ってさ。富士急のお化け屋敷とかってもうやばいんですよ。 あれはガチモンの病院やろ。ああいうのは本当に無理、本当に、いや本当にダメ。じゃあ次罰ゲームでダンサブに行こうや。絶対嫌です。あれ、ああいうのは冗談で行くもんじゃないと思います。めっちゃ神経。お塩いっぱい振っていこう。でもそういうの企画したい。ダンサブルでお金出してくれる？無理無理。先輩、あ、行くねんな。ごめん、お願いしますって言われたから、いいよ、分かりました。ドカリンちゃんの分を払ってあげるわ、そうやったら。え、なんで？え、うん、おい、うん、おい、うん、おい、やりたい。だからこうやってヘッドじゃなくて、あの、やだ、つけてこうやってやって、ゴープロ、ゴープロやって、うわ、絶対嫌。これやりたい。絶対嫌です。やりたい。嫌です。やりたい。絶対嫌です。さっきの開始、うん、やらして。うん、さっきの開始、ヘビの開始にしたらでかすぎます。でかいよ、それぐらい。私嫌いねんから。ダメですね、絵文字程度のそんなものは。うん、でもみんなでまたどっか行きたいな。行きたい。どっかって言っても私たち運動場とか体育館しか行ったことないけど。確かに。何やりたい？何したっていうの、逆にみんな。だから、ゆうか昨日見つけたんですよ、LINE 見た？あ、見た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 。何だっけ、あのカニの、あ、見た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 。カニとエビが、カニとエビが踊ってる、なんかお母さんと一緒やっけ。知らん。ああ、お母さんと一緒なのかな。の曲みたいなのがあるんですよ。カニエビなんちゃらみたいな。で、まあ、そういうのいいね、別に。だって私は見たい。だからバスが当たった。それは YNN でやるから大丈夫大丈夫。じゃあだからダンサブルでやるわけじゃないね。あのダンスはやっぱダンサブルでやらないと。じゃあエビ誰かやってや。エビとかじゃんけんする。あ、なるほどね、うん、で、エビとカニが主役なんですけど、エビと魚、後ろでワカメみたいなのがずっとこれでゆらゆらってしてるから。あれ簡単やん。すごい、なんか何してんの、あんたは。あんたはあんたで何をしてんねん。あわてんぼうのサンタクロース。だから、うん、慌てん坊しちゃいました。今年のクリスマスはうちらで過ごすな。ダンサブルで過ごすな。24時間じゃない。あー、忘れてた。企画作ってもらうやで、ダンサブルの企画作ってもらおう。やりたーい。なあ、やらへん。あれ、あ、なんかそう、エビカニクス。もうさっきからカリンちゃん、なんかもう、いや。何聞いてなかった。もう、なんなんしか言ってこないですね。ツッコミがね。分かってくれ。ツッコミが何なんです、うん、ねえ、さっき言ってたカニのやつ、エビカニクスでした。エビカニクスやった。ちょっとユーちゃんファンの人、調べて。許可もらえますか、やってもいいか。なんで、うん、こっちの許可言って。本人一番本人やろ、それは。おもろい。関係ないやん。ユーちゃんファンの人やってって言うから絶対。うん、ちょっと一回あのみんな調べてもらって、うん、エビカニクス。ケロポンズのエビカニクス、それね、うん、チッヒーしか返事くれへんかった。あ、じゃあ、こじりもくれたか。あ、しました。私も無視したけど。無視したよ。もうじゃんけんも何も私は確定やから。カニはカニはあれやん。確かに。カニのクリーンバッグもあるやん。うん、ごめん。ダンスメインでしょ。でしょ。赤のちょっと全身タイツ買おう。いいですね、いいですね。そうしましょう。そうしよう。あー、しんど、楽しい。盛り上がってる、なんかね、向こうも盛り上がってる。ねえ、やろうや、ダンサブルで。何するじゃん、クリスマス企画。ダンサブル、ダンサブル、なんか企画作ってもらおうよ。クリスマスでしょ。何がいい。それはもう、あ、呼んでます、誰かが呼んでいる。うんうん、しみちたちで、え、サンタロー配信。こっちこっちこっち、見て。
何をですか？何？何ですか？どういうこと？匂わせ。アホですか？何がそんな楽しい？アホ。アホですね。もう今手がおかしいね。なんでしょう、マジで。アホです。あ、コシリンというか、はい、色似てる。本当だ。いつも似てる。あれですよね。あれなんて似てる、こういうの。シミラー。あ、でーす。シミラーでーす。あれ、ゆうちゃん。シミラーさん。ペンチュニさん。私の配信でやらせていいやん。でーす。なあ。でーす。なあ。痛い。でーす。ねえ。ねこれはどうなんですか。スーカファンのコシリンファンは。これを見てどう思ってるんですか。聞いてください。私個人の背後霊になるかな。嫌なんですけど、ね、ちょっと待って、今すぐ払ってください。個人の背後霊になるかなって、どんな願望、どういうこと、初めて聞いた。もう払ってください、今すぐ。あー絶対、いつでも助けてほしい。あー絶対嫌、絶対嫌。でも掃除とかも全然嫌。あー絶対嫌。だとしても嫌。変なの。それ朝起きた時も、ね、でも起こしてあげるし、もしに嫌だ。テンションおかしいもんなって今。疲れすぎたらハイゴレーになりかかられる。ねえ、いや、いやですね、ハイゴレーは。気をつけて。ハイゴレーが嫌な。15分経ったかな。経ってるで、多分。やめましょう。やめましょう。言い方。言い方。終わりにしましょう。帰ります。ゆうちゃんがハイゴレーになったということで、はい、終わります。小島のハイゴレーになります。嫌です。13位琴葉ちゃん、12位ちひろちゃん、11位ジュニアさん、10位大吉くん、9位みさきさん、8位ともすけ、7位ゆっきー、6位せりちゃん、5位野原しんのすけのすけさん、4位わるよしさん、3位ゆりりん、2位りみかちゃん、1位かんなちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。あー右が重い。バイバーイ。